様、なんで私たちが戦わなきゃいけないの？世の乱れはやがて我らの地まで及ぶ。皆が安心して暮らすには乱れの根本を正さねばならぬ。それだけじゃねえ。官軍に協力すれば朝廷に認めてもらえる。そんで天下に俺たちの名を知らしめるだろ、親父。俺は名誉などいらんよ、サク。かかる火の粉を払う、それだけだ。ではないぞ。騎馬隠す虎よ、我を倒して何をなさんとす？お前たちが世を乱したから倒した、それだけのことだ。ただ欲するところをなす、その佐賀までも虎というわけか。だが我を倒したその牙を時代が放っておけるぞ。父上、いかがされました？いや、何でもない。さあ、帰ろう。と思う者は出てこい。よっしゃ、この俺が相手になってやるぜ。わしに歯向かったやからは皆殺しだ。おい、一人も生きて返してないぞ。おい、待てよ。これ以上やる必要はねえだろ。サク、無駄だ。やつの耳には届かんよ。なんだかわからねえが、やつを放っておいたらまずい気がするぜ。董卓は乱世にこそ跋扈する悪鬼。世が収まれば手を下さずとも消えゆこう。死滅するまで待ってろっていうのかよ。それでいいのかよ。親父ならできることがあるだろう。郊外、私は父上の役に立っているのだろうか。どうされました、突然。近頃父上がなぜ強さを隠して戦うのか私には分からない。だが兄上のように率直に意見する気概もない。私はただこうして二人を眺めているだけで良いのだろうか。
わしにもお二人のことはよくわかりませぬ。このようにご自分の考えをお話しくださらんので。郊外の意見を聞けるのは、聞こうと思うのは賢人様だけ。賢人様のそういうところ悪くないと思うね、郊外。さようですな。今回は剣に助けられたぜ。ありがとな。いえ、私は何も。よくやってくれた、剣。ありがとうございます。俺たち家族が揃えば何も怖いもんはねえだろ、親父。ああ、お前たちの成長には目覚ましいものがある。剣、やるじゃねえか。おっとっと、本当にすごかったぜ。俺も剣に負けねえように兄貴としてしっかりやんねえとな。あ、兄上、もう勘弁してください。剣の先に止まったら。